南東スラウェシ州はインドネシアの州。スラウェシ島の南東半島部にある。州とはケンダリ。人口はスラウェシ島の南海岸沖にあるブトゥン島に集中していたが、最近はケンダリが急激に地域を拡大している。南東スラウェシ州は州の大半が辺境である。17世紀から20世紀前半まで州をイスラム教の政権が支配していたため、 今でもイスラム教の影響が強く残っている。1964年に州の西部が南スラウェシ州として分離した。2008年に就任したヌアー・アラム州知事は、州民の医療費、教育費無料政策及び存落開発資金の交付を公約にして当選した。その政策実行に必要な資金源の確保のため、州内の民間企業に対する新規課税を進めている。 他の都市からの交通手段は、フェリー、飛行機、長距離バスがある。州都、ダリより、東部インドネシア各地に向かうフェリーが就航している。コラカからは、対岸の南スラウェッシュ州のパロポやボネ県に向かって、カーフェリーが出ている。州都、ダリと、第二の都市ブトン島バウバウ市の間は、スーパージェットと言われる、高速船が、約5時間で結んでいる。航空便は、 カルーダインドネシア航空、ライオンエア、スリウジャヤ航空、メルパチノサンタラ航空、ウィング航空が、マカッサルより就航している。長距離バスは、州都、ケンダリよりマカッサル、タナトラジャ県、パロポ、ピンラン、戦艦などの南スラウェッシ州の各都市及び中部スラウェッシ州モロわり県を結んでいる。西海岸沿いには、トランススラウェッシュという道路が、南スラウェッシュに伸びており、 比較的道路の状況が良い。東海岸沿いに、中部スラウェッシ州もろわり県に通じる道路があるが、道のコンディションが悪く、一般的には使用されていない。南東スラウェッシ州の自治体のリストボンバナ県コラカ県、コナウェ県北コラカ県東コラカ県北コナウェ県南、コナウェ県コナウェ諸島県、ミウ県ナウ県,ナウ県,県,三浦県西ミウナ県ブトン県北ブトン県南ブトン県、中ぶトン県、 若飛県ケンダリシバウバウシ、コラカ沖のパダマラン島のポマラにニッケル鉱山がある。コラカの北にある南スラウェシ州、トーティコの北岸ソロア湖にもニッケル鉱山がある。ありがとうございます。